せ。イベントを選んで。今のあなたなら行けるはずよ。分かった、行ってみる。背中アームロックオン。このシュミクラム、止まれ。と両手を上げ、武装プログラムを停止させろ。はい。よし、キ君は NPC ではなく、ドローンやウイルスの類でもない。よろしいか。よろしくあります。では何者か答えろ。私はこのエリアのセキュリティディスポーザー、バルトロメウス・ベルゲン・グリューン大佐である。自分は、いや、僕はフジ、もしくはヒュージ。エリスによって生み出された疑似知性体、彼女をリアルへと戻すために活動中です。なるほど、任務ご苦労。いや、残念だが、私の職務上キ君を見逃すことはできない。我が配下がお相手しよう。では戦闘を開始する。いや、そうなりますか。まだやる？いや、やりますか。私はキ君の上官ではない。丁寧な言葉遣いは不要だ。うん、分かった。部隊の大半が機能を停止している。修復および復旧までに結構な時間が必要となる。そうなの？この状況で攻撃されると非常に危ういが、同時に通過する相手を追うこともできない。こんな独り言を聞かれたらどうしよう。どうしようかな。どうしたらいいかな。違う。それで？襲われても抵抗できないし、思うがままにされてしまうな。違う。フジ、通過した方がいいよ。分かってるよ。でも次に何を言い出すかと思うと、どうも変な衝動が。行きなさい。いやディスポーザーの無力化を確認。僕に彼女を破壊する意思はない。そのため当エリアを通過する。通過されてしまう。阻止しなければならないのに困ったな。それじゃ、また。
背中は任せるよ。
しゃい、とどめ。はい。
富士、譲歩している相手を殴ったり品定めするような行為は良くないわ。ごめんなさい。エリス、彼女のアドレスは分かる？ええ、さっき吸い入れておいたから。はい、どうぞ。ありがとう。ベルゲングリオン大佐、聞こえる？その声先ほどの富士とか言ったか。うん、さっきは理解するのが遅くてごめんね。構わない。だが、できればもう来ないでもらえると。私の手間が省ける。保証はできない。なら、次は私自らが相手をすることになるぞ。でもベルゲングリオン大佐、その年で襲われても抵抗できないとか言っちゃうのはまずいんじゃないかな。キ君は随分自信家だな。また勝つ前提か。いや、反応しちゃうからさ。具体的に興奮するから。うるさい。もう二度と来るな。分かったな、この変態。怒られた。何が悪かったのか後で復習しましょう。もう少し探索してもいいけど、今回は適当に切り上げて戻ってきなさいな。あった？
見せて見せて。戦利品の集まりはどうでしょう。イベントを選んで。銃の扱いが上手くなった気がする。町の巣にしちゃうよ。さて、イベントを選んで。